将棋界最高峰のタイトル、竜王三連覇を目指す藤井聡太七冠が。同学年の伊藤匠七段の挑戦を受ける竜王戦七番勝負。第一局は昨日午後五時過ぎ、八十二手で藤井七冠が勝ちました。組まさせてみると、うん、そうです、なんか。やっぱりまとめ方が何とか難しかったなという気がはいしています。今後しっかり振り返って、また大変力に向けて準備をしていきたいと思います。 先に4勝した方がタイトルを獲得する竜王戦第2局は今月17日から行われますがその前の11日に藤井七冠は史上初の八冠独占に王手をかけた大一番王座戦第4局に臨みます。